様こんにちは。ゆうゆうニュースの時間がやってまいりました。ちょっとね、暑かったり寒かったり体調管理が大変かと思いますが、風邪をひいてらっしゃる方がたくさんいらっしゃるようですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。この6月ですね、ゆうゆうモデルさんの、ジョイントコンサートとしてまた皆さんに練馬文化センターでお目にかかるのを楽しみにしております。このゆうゆうニュースは素敵な歌い手さんをゲストに迎えながら楽しいお話をひとときを皆さんにお送りしている番組でございます。どうぞお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。愛も変わらず、司会進行はエイミーがさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日は徳馬ジャパンコミュニケーションズの水木遥さんをゲストにお招きしてたくさんお話を伺いたいと思います。どうもようこそおいでくださいました。どうぞご自分でもしご挨拶でしたら、はい、やりください。徳馬ジャパン水木遥でございます。どうぞよろしくお願いいたします。水木遥さんって美しい月、このね、はい、ここにも書いてある。ちょっと見えない、見えにくいかな。上の方に名前はないよね。美しい月が遥かに、はい、そうです。これはご自分でどなたか先生がお付けになった、はい、そうですね、はい、はい、私の歌の先生と一緒に考えまして、はい、ある方はかぐや姫かと言っていただいてるんですけども、はい、かぐや姫のように今日はまあキンキラキンの素敵な、キンキラキンでございます。後でまたね、全部カメラマンに舐めていただきますので、全体のドレスの形も、それからこの方にとてもお似合いのドレスをご覧いただける時間が来ると思いますが、お楽しみください。さあ、それで、歌い手さんとしてもう13年、はい、そうですね、はい、2月で13年になります。そうですか、はい、きっかけは何だったんですか。もちろん歌がお好きだったと思いますが、はい、本当にカラオケ教室にですね、ちょっと習ってみようかなと思って行ったんですけども、そこの歌の先生がですね、作曲をなさる方で、はい、デビュー曲の「マチャーキンストリー」、はい、これがですね、はい、ある雑誌の作曲家コンクールでグランプリとになりまして、その歌をなんとか雑誌中に出したいなと思っている時に、私が入門して歌ってみないかっていうおっしゃっていただいたんです、はい、そうしたらじゃあやっぱり音は好きだったんだけど、なかなかきっかけはなくて、プロの道に進まれるきっかけあんまりなかったですか。そうですね、別にそういうつもりではなかったんですけれども、歌手になろうとか、はい、思ってなかったんです。はい、案外お歌のお上手な方はそういう人多いね。それなりの方は歌手になりたくている人多いけど、呼ぶだろうけどなんか殴られそうだそうなの、はい、でも本当に念願かなってとも言えないし、はい、なんとかふわっとお店に寄ったら白羽の矢が立ってということなんですか。そして13年。そうなんです。本当にもう1曲だけのつもりだったんですけど、いろんな方からご協力いただきまして、13年になりました。はい、ああ、そうですか。そして、まあ、歌の世界をこう歩まれていて、そしてその後ですか、大御所に出会った先生にお出会いになったのは。そうなんですね、はいはい、ちょっと応援してくださる方がいらっしゃいましてですね、はい、この「麻布十番」という曲なんですけども、私が作詞した曲なんですけどもね、こういう形でいろいろとデイリースポットかスポーツ報知さんに報道していただいてたんですね、はいはい、これをですね、皆さんご存知花岡由平先生も見てくださいましてですね、はい、なんか私に興味を持ってくださったみたいで、はい、でこの麻布十番を聴いてくださったんですね、うん、でそうしましたらなかなかいい曲 で自分が作るような曲調に似てるということで、じゃあ次の曲僕が書いてあげますよと先生の方からおっしゃってくださいましてですね、はい、それでこの愛じゃなくてもいただくことができたんですね。あなたは人生行いよろしいんでしょうかねいいことばっかりね。私なんかなんか代表弾けば代表なかなかいい人生が来ませんけれど、そうやってね、お裾分けしていただきたい今日はねそうですか、じゃあ本当にラッキーね、はい、そうなんですね、うん、それで花岡先生が、まあ、後にこのご紹介をしようと思ったんですが、お話のついでにね、流れがこうなっちゃったからちょっとね、先に愛じゃなくてもという曲は花岡先生が作詞作曲、はい、そして麻布十番というカップリングは、水木さんが作詞をなさってるというね、はいはい、ああそうですか、じゃあいい楽曲をいただけて、はい、花岡先生って全国の皆さんご存知の方多いのですけど、はい、そうですね、どんな先生ですか。皆さんよくご存知の秋元純子さんの愛のままでお作りになった方でございますのでね、うんうん、とってもイケメンさんでございます、は
ちょっとちっちゃくて見えないかもしれませんけどね、はい、こちらにいらっしゃいますけれどもね、はい、こういう方でございますけどね、先生かっこいいんですよ、はい、これがあの発売当日の新聞でございまして、スポーツ報知さんだと報道していただきました、はい、あれやっぱりお稽古してくださるわけですか、はい、そうです、はい、そこはどうですか、厳しい、そうですね、地位がですね、いろいろと変えていただきまして、私に合うようにですね、いろいろしていただきましたんですけど、ちょっとこの曲低くなっちゃったんですね、ですので皆さんがお歌いになるときはちょっと上げた方がおらっかもしれませんけれども、あ、はい、そう、ではちょっとさっき聞かせてもらったけど高い声も来て、はい、低い声もね、だからやっぱりそういうことでやっぱり曲の作り方っていうのはご自分のお声で、歌手のお声で先生が作曲してくださるとありがたいですね、はい、でも低い曲、いやなかなか女の人ね、高いは出る人多いけど低い出る人少ないから、これは少しみんな新境地を開いていただいてお練習していただいて、下の方響くように水木遥かに追い越せ追いつけでやっていただければと思います。そうですか。で、歌の道は花岡先生もいらっしゃるし、デビュー曲でお世話になった先生もいらっしゃるし、はい、そして皆さん周りに水木遥か応援団、はい、どうですか、はい、全国におかげさまで応援してくださる方がいらっしゃいましてですね、はいはい、現地でマネージャー役をしてくださる方がたくさんできまして、うん、はい、あの特に長崎県ではですね、一生懸命やってくださる方がいるんですね、うん、おしはふるさとどちらなんですか、生まれたのは岩手県釜石市なんですけども、今は葛飾区亀有というね、皆さんよくご存知だと思いますけども、あ、こちら亀有南口八丁のスポールもあるからね、そうなんです、涼さんという漫画で今ね有名なんですけども、両津ね、はい、そうです、はい、そうですか、じゃあまあ歌の盛んなところにいらして、そしてまあ東京の中央にいらっしゃるからいろんなお仕事もあったり、いろんな歌手さんにお出会いしたりして、ちょっとあれですね、いろんなことを自分に蓄えながらお仕事もできるわね、はい、そうですね、あ、そうですか、はい、じゃあまたこのお話をね、今日はこの新曲についてお話を伺いたいと思いますので、じゃあ後半戦の方でお話してくださいますか、はい、ちょっと休憩をいたします。私を捨てるその腕で子猫を拾って帰る人、明かりが滲む狭い部屋、寂しい背中見つめてる、そばにいたい、雨が止むまで好きで好きでたまらない、あなたにとって愛じゃなくても愛じゃなくても、